足だ柱が。まずい、このままでは。木遁、木部位真の術。先代様たちが分身体で様子を探る。今俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ富山、猿飛び。おお。十尾の陣中だ。うわ、刹那のまま気を抜くな。よいな、分かっております。気を抜かずともどうにもならん。それほどの力を手に入れたのだ。俺は失敗のない世界よ。その幸せをお前たちはなぜ否定する。それは幸せであるとは限らん。このように失敗することで成長する。幸せとはその先にあるものじゃ。ではその失敗の中に二度と取り戻せないものがあるとしたら。先方もっとも真数千獣頂上見物。もう一度やり直しを望んだ。それはできない。失敗は許されないのだ、この世界では。サル、おやつとは見えているものが違う。話は通じるぞ。メジャーの本の本が先方は最も真数千獣頂上見物。十尾の陣中力、想像以上の相手ぞ。この感じ間違いない。奴は問題もない。俺だけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただまずは過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのはほかげのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死がほかげでよかったよ。おかげでほかげを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところ
あんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前が、おかげはバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから、木の葉の誰より、任界中の誰より、オビトなんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ行こう。誰がそんなこと決めた。俺たちは負けねえ。愚かな行為だ。なぜだろう、まるでクシナと一緒に戦っているように感じる。父ちゃんをバカにしたてめえは絶対許さねえ。お前がどんなにすげえ力を手に入れても俺たちは絶対に諦めねえ。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。